番を安全ピンで止めて、メイカーフェイ伸びきったテープ、ジギースターダスト、ここから隠すネタハルジオン。女ばかりの家庭で育って誰よりも強くなろうと決めた、お前決めた、薄い口ぶり噛みながら言う、当てにならないシナリオ地味で、この胸が
抱きしめて傷つけてそして生きてくためにやがて流れゆく。バンドとんがりコーンと言います。まあみんなこの髪の毛に注目がいってると思うんですけど、まあ、なんでこんなことをしようかと思ったかというと、なんか峯木さんがなんかよく冗談になるとか芦田さんもなんかパンツを脱ぐとかってだからなんかシャナ長はこういうことをしなきゃいけないのかなって。いやまあ冗談になりたくないからこっちにこういう手段に取ったというわけです。まあいいか。はい、脱ぎません。
てくれ。まあいいか、やるか。次の曲やりますか。はい。まあいいか。いや、脱がない。はい、じゃあ、まあ脱がないということで、次の曲進みます。君が抱きしめているのはあの日の約束一つ。枯れる時の波に飲まれて諦めそうな夜にも見上げては壊しながら僕はここに2014年も終わりなわけですけど、皆さん2014年楽しかったですか？いや、自分の中では2014年でなんか一番印象に残っているのが
2つあって、まず1つ目なんですけど、まず1つ目が名古屋大学に合格できたってことです。自分高2からずっと名古屋大学いいな、理学部いいなって思っててまあ大学入ってからは現実見てまあもう一個の方が、まあ社内クラブに入ったことで、自分でなんか4月にどの軽音サークル入ろうかなって、どうしようかなって悩んでて、まあいろいろ探したんですけど、まあ、最終的にヤフーの知恵袋に、まあ明大の軽音サークルといえば明峰、軽音、シャナー、あとフュージョンみたいな感じで、まあで、まあ、シャナーか軽音にしようかなって思って、でシャナーの新刊に行こうと思ったんですけど、全然ビラもなくて、まあ頑張って自分でシャナ調べて、あ、土曜に霊界やってるんだって自分で調べて初めて、まあイノシンと一緒に行ったのが思い出深いなと思いますね。まあ、はい、シャナに入れてよかったです。はしないけど、じゃあ次最後の曲盛り上がっていきましょう。はい。また誰も気づく
ここにサンバード盛り上がっていきましょう。